まあそういう岡田さんが辞めて、うん、まあ後輩ですよね藤川球児、まあ、高知商業の後輩だけどね、まあ、阪神でもそう、まあ、後輩になるわな。そうですよね、まあ、政権に就くということで、うん、どうですか期待すること望むこと、まあこれはいろいろあるけどね、はい、阪神というチームはこういう組み立てするんですよ過去から。監督にはスタープレーヤー、はい、あ、なるほどなるほど、その時の人気者とか、はい、その時の功労者とか、はい、そういう人をこう持ってくるというパターンで、今野球界はちょっと変わったでしょ今、うん、無名の人でも2軍の監督やったとか、あの下積みやってきたとかね、ソフトバンクの藤本なんかとか、はい、中島もそうじゃないですか、はい、だから大体もう球界がそういう空気なのに一切関係なくずっと戦後からの監督の据え方をずっとしてきてるっていう、そこが藤川だね。よく言ってるのか悪く言ってるのか分かんないんだけどさ、僕も聞いててどちらかなってあんなに苦しむんですけど後輩ということは、いやその前にね、はい、後輩もそうだけど高知県でね監督になるってなかなかいないんだよ総理大臣と一緒で。でも須藤さんがなりましたよ、だから2人目な高知商業が。須藤さんもそうです、あと一人はね有藤さんが高知高校。あ、有藤さん、これは高知高校、はいはい、正確には高知県からです3人。だからそういう意味では時代がちょっと変わってきて、うん、で高知県の野球熱ってないからあんまり世間ではなんかあるように見えてる、高知県だけだから、あの野球記念館っていうのはないの、どこ行ってもないよ。この前知事が一緒だったからよっぽど言おうと思ったけど、うん、この知事に言ったらこれはピンとこないなって覚えてないなと思って言わなかったんだよ野球のあの競技もないだろうというような知事だったから言わなかったんだけど、でも野球王国じゃないですか。王国じゃないんだよ、そう。もう全然、だってキャンプは全部沖縄行ったと。今年高知行ってきましたよ。あ、行ったのあれ。行きましたよ、高知高校にも行ったし。あ、本当すごいですね、今携帯で写真撮ろうかなと思って記念に行ってったら、うん、いや、動画じゃないでしょうねってすぐ生徒が来ましたよ。スパイ行為を働いてるみたい なるほど。そういうことで高校の時は女子高生とかいうとこ行ったらあかんよ、間違える、盗撮されるんでねそれはそうしませんけど、うちの孫のところ高校のところそばじとかで撮っていかないと危ないね。なるほどね、うっかり写真撮ったらえらい。でもやっぱり期待はするでしょ。いや、それはもちろん、だって話題からしたらね、期待しないといけないのは非常に苦しい厳しい状況で監督してると思うんですよ。選手はもうろくなのいなくなってきてるからね。いや、まだ油乗ってるんじゃないですかいや、だって落ちたでしょ今年みんな。まあ確かに、まあ成績は落ちましたよね。基地鎌としか頼るのいない、あとはみんな落ちてるんだよピッチャー。まああとはピッチャー才木か、才木ぐらいしかいないから。今年よりも落ちることを計算していくと、ここでもし藤川がこけたらイメージダウンがもっとひどくなる。だからそういう意味ではね、万々歳で来てるわけじゃないと思うよ。やっぱり相当切羽詰まってね監督しないと本当ダメなんですよ野球は。俺はそう見てる。もう力のないベテランはいらないみたいな、うん、だからまあ、力がなかったらベテランってもう元々いないと思うんですよ野球。だからそこも心配なわけよ。野球の世界でベテランだろうが若かろうが力のあるとつかないと。まあ確かにそうです。その判断をしてから言わないと、うん、もう鼻から言ってるのはちょっと若者受けしょうっていうどっかにこうあるわけね、うん、でそれだけじゃあちょっと若者受けをしようと思ってやるのは分かるけど、でも野球の世界は別に年は関係ない。力のあるやつをうまくどう使うかっていうね、まあ、実力ですもんね。実力の、そう、実力の世界だから。2軍とかああいうところで経験した方がなぜいいかっていうと、多分スーパースターでもいざ現場に行ったら、まあちょっと分かると思うけど、ちょうどやった時に自分の思う通りにならないでしょ選手は。全くならない。ならないでしょ。だその時に悩み始めるわけで、なんでこいつできんのこんなのことはみたいな、そういう時にこういう方法がいいな、こいつはこういう見た方がいいなとかいうのをね、一回見といた方が楽なんですよ監督だった時。それはだから初めて直面してくるから、それをだからカバーする周りが今度いるかって言ったら、まあアメリカなんかまあご存知のように古いベテランのじいさんみたいなやつを横に置いてね。そうですね。俺も言ったで、人を返して、俺はヘッドコーチ5000万でいいよって言ったら丁重に断られたこの場所。ヘッドコーチを置かないっていうのも、うん、いや、まあ一つちょっと不安材料にはありますよね、うん、それはなぜかというと、うん、今までの経験コーチとかがないから、うんうん、まあ、ヘッドコーチぐらい置いた方がいいのかなっていうふうには思ってたんですけど、だからそこら辺のやっぱり自分の自信がありすぎるんだろうね、俺は俺のスタイルでやるっていうね。でそこまで全部預けたっていう阪神が、だから昔のままなんですよ。なるほど、それを言ってるわけ。今時はもう球団が結構そういうとこまで立ち入るじゃない各チーム。
どんな野球になりそうですか。どうならないんじゃない。優勝狙うにしてもね、まずピッチャーでしょ。本人がリリーフのピッチャーだから、ああそうですね、一回も完投したことはないわけですよ。でアメリカでも勝ち星じゃない、3年間で、まあ、見てきたから、まあ、そういうのを参考にしながらね、先発完投投手をどうするかっていうね、この辺の考え方とか、今風にちゃっちゃっちゃ5回も6回も来たらゲーム作りましたって変えてよりよりのリリーフ出していくなんかそんなような展開にするのかっていうパターンがもう分かるじゃないですか。なるほど、こんな風になるのか、はいはい、で俺にはそういう流れは読めてるんだけど、こう野手とかもこう動かしてきますかね、いろいろ、まあ、エントランかけたりどうのこうのしたり、あれね、解説とかなんかやってる時にものすごい饒舌に野手のことでも、はい、ピッチャーのことでも、ね、野球全般のこと喋るでしょ、はい、あの通りやればいいんですよ。ああやってあの解説の時喋ってた通り野球全部を知ってるんだから、だから知ってる。いや、できそれはできないと思いますよなかなか厳しいと思いますよ。大山とか FA とかね、うんうん、まあいろいろどうなるかわからない中で、うん、今江本さんが何位ぐらいかなって頭の中で想像できますか。なんか最近当たらんからな、下の方やると間違って優勝したりする。例えばヤクルトがそうじゃない、高津が監督して、はい、その前2年連続最下位だった、はい、これはもうダメだったらこれ2年連続優勝するし ね、そんなことあるから、最近の野球ちょっとわからないところがあるんですね。まあそんなに大きく期待しなくてもいいんじゃないの、藤川の場合は。あの新しい空気が変わってね、こういうタイプの監督が野球してるっていうので、まあ、もともと阪神ファンは誰でもいいんだからそうなんですか。球場行ってわーわーやるのは楽しみなの。まあまあ確かにそうですね。最近まあどこもそういう風潮あるけど、だから客は減ることないんで、負けてもうかうか金が入ってくるんで、シニアなんたらことかヘジマとかつけてね、金をばらまいたりいくらでもできる球団だよ、うん、俺には全然言ってこないからな、あいつら。そうですか、言ってもらわなきゃ困りますね。いいアドバイスいくらでもするしね。そうですね、あのカバーしようと思ったらしてやるしね、はいはい、それ分かってないですよ、球団。まあでも藤川球児も阪神にずっとねお世話になって、うん、伝統の一戦というのは意識すると思うんですけど、ね、うんうん、いや、そうそう、新之助とはライバルでやってた、うん、そういう監督同士じゃないですか、うん、やっぱ面白くなりそうですか、巨人阪神、まあ、阪神巨人、あの売りとしてはね、やっぱそういうのを出した方がいいよ、ね、まあそうですよね。そうでなくても巨人阪神、阪神巨人っていうのはね、対抗意識があって試合をするっていう空気感が、ね、常にあるから、ね、そうですね。ただやっぱり阿部がどう思ってるかだよね。こういう時ってさ、他のチームどう思う？例えば藤川が監督になってきたと、他のチームの監督コーチとかチーム全体がどういう目で見てるのかなって。僕、新之助の野球っていうのは、うん、ちょっとコラボした時に、うん、まあ、守りの野球から入るんだろうなっていうのはすぐ想像できたし、うん、まあ、岡田監督とも大学時代も知ってるからこういう野球になって、うん、でやっぱね、ピッチャーの野球っていうのはね、うん、でましてやその先発のピッチャーじゃなくて抑えのピッチャーじゃないですか、うんうんうん、全く想像がつかないんですよ。これキャッチャーやった監督ってね、よくわからんとこがあってね、はい、去年も変えすぎるよね、ピッチャー、うん、安倍は。確かにピッチャーのことよりもゲームに勝つために変えてる、作戦的にやってるのがね、はい、監督難しいところは、優勝するためにはやっぱりピッチャー作らないかんですよ、シーズン中は、はい、だからここで変えたらこいつはね、次の登板の時にダメなんじゃないかとかいうところまで考えたら采配振らないかんけど、結構目先になったことあって最近苦しんでるんですよ、はい。そこはちょっと心配だけど、でもね、阿部はね、やっぱ経験してる、うん、二軍の監督やったり、はいはい、それから自分なりの野球観というか、こういうものしたいっていうのはね、はい、間違っててもいいんですよ。だそれが見えてるから、阿、う、部、ん、は、はいはい、そこがいいとこなんだ、うん、完璧じゃないから、あのゲームを見ても、まあそうですね、打順が決まらない、クリーンアップがいまいちだしね、その辺はさ、巨人も優勝したとはいえ、菅野いなくなるし、次のピッチャーね、まあ、3人目ね、4人目、課題は多いと思いますよ。阪神つながりで言えば、うん、来年から指揮を振る井上監督、中日の、うんうん、まあ、阪神にもいらっしゃったんですよね、うんうんうん、どういう野球になりますかね。全然知らないわからない、わからない、中日だからね、まあ、矢野監督の下で、うん、俺でもね、井上の唯一いいのは一、はい、回阪神行ったことですよ。他のチームの飯を食ったということですか、うん、まして阪神に行った。だからあそこで何か得たものは絶対あるはずです。なるほど、そうじゃないか、さっさと帰ってこないし。まあまあそうですね。でも僕も他のチームの、うん、日本ハムの、うん、まあ、1年間ですけど、うん、行ったのすごい勉強になります、うん、そうですよ、結局は。つい弱いじゃなくて、はい、そこの組織でやるわけだよね。そうですね。だからまあチームによって全然違うので、ね、まあ、それを阪神を知れたということは、もう絶対プラスに期待をするということです。その昔よくあったのは、あの巨人の出身の人がコーチとかね、はいはい、
そうするとなんかミーティングで必ずね、なんか偉そうに言い始めたら、巨人ではこういうことはしてないって言うだろ、はい、あれをやったらダメだ、ダメですよね、うん、だけどそれ阪神は言えないじゃん、言うようなもんないんだ阪神ではっていうのはないんだよあそうですか、だから構成じゃなくて阪神ではこうだったから失敗する、こうやっちゃいかんよっていう意味で井上は俺良かったと思う、なるほどね、巨人の人はみんなそうやったもん、みんなそれで嫌われた、いや僕もよく聞きました、阪神も山内さん、相野さん、もういっぱいいた巨人から来た人が、みんな結局バカにしちゃった、そんなことで中日が気になってんだよ、まあ、そうそういうことで中日の本を江本さんが出されたということでねそうですよ、これね、ミスタードラゴンズの失敗、うん、批判されそうなんだけどね、でもこれシーズン中に立浪批判がものすごく多くて、ファンから、はい、それに少し野球はこういうもんだみたいなことを入れてね、本当のところを知らせた方がいいんじゃないかっていうんで、でそれも名古屋にいる人だとどうしても忖度するから、そうですね、俺らみたいに外部の人間から見てどう思うっていうのを名古屋の人たちも嫌でしてるだろうから、これでも立浪が失敗したんじゃなくて中日が全体が失敗ですから、そうです、選手も失敗だもん、まあそうですよね、うん、まあ、立浪が監督だから責任を全部負ったような感じはするけども、うんうん、まあ、そうじゃなくて、そうだから、ね、俺はね、それともう一つはね、こんなの書いたけど、ね、はい、立浪がね、スーパースターから監督する時期が遅すぎた、あ、もうちょっと早くね、早くやらせてあげないと、うん、それも一つはね、原因なんですよ、でその間ずっと待ってて、解説者なんかしょぼしょぼやってたって勉強にならないんだ、大してみんなやるんだから僕も2人とも解説者ですから、そうだ俺は別に監督やる気はない、何もないですだからそういう意味で言うと現場にやっぱり行くべきなんですよ、そうですね、金出せでも勉強してね、だけどそういう環境じゃないでしょ、この立浪の場合、やっぱ名古屋にいてスターですから、そうです、スターで待ってる間もずっとスターで来てるからさ、だから一回原辰徳が長嶋さんの下についたように、うん、そんなスーパースターでも、ね、立浪も誰かつける、うん、つくとよかったですね、まあ、俺あのこの中書いたらね、誰を参考にしたのって監督やるとき、うん、多少あるじゃない、みんなやっぱ星野さんだったみたいな感じだったですね、うん、星野さんから得たものってないでしょ、あの人があんまり優勝してるわけじゃない、まあ確かにそうですし、やっぱ今の時代からはだいぶちょっと違う人になっちゃったんで、もっといろんな人の監督に仕えて知ってた方がよかった、ね、そうですね、ピッチングコーチにしてもピッチングコーチとどうコミュニケーション取るかみたいなね、野手の人が、でもそういうことを考えると、うん、藤川球児もスターで来たわけじゃないですか、うんうんうん、で時期的には立ち並びでは早いじゃないですか、うん、ということはまだ可能性はあるということ、早すぎるよね、だってやめてから、あ、まだ早すぎる、いやいや、藤川に関しては早すぎるよね、なるほど、なるほど、まだ足りてないんじゃない、こうちょっと外の空気に、なるほどね、そうするとあの大体解説と口数が少なくなるはずだけど、 あれだけわーっとするともうあれ見てみんな感動してるじゃない、素晴らしいって喋りが、だから固定観念が強すぎるのかなっていう、うん、そうなると意外と起きてくることが全然自分の想像以外の世界から来るからね、まあ根はなってきますよね、現場に降りるとね、うん、だそれでみんな苦しんでたから、なるほど、監督コーチになって、いやそういう目で、うん、やっぱ来年阪神を追っかけると面白いなと思って、うん、だからうちのサンスポーとかなんかでキャンプの時にね、はいはい、対談とかなんとかってみんな考えてるみたいな、はい、俺とね、はい、まあ、相手が嫌がらなければ出るけど、うん、いやそれは嫌がらることはないでしょ、いやありえるよ、みんな阪神でそういうやつをやってくださいよ、たまにいるんだよ、OB でもやってください、いや YouTube のカメラ持ってって一緒にやってやってくださいよ、それはいいんだけど、それやりたいよ、ここ来てよ、その時いや、時間があれば行きますよ、ハーレーで行きますよ、ハーレーで行きますよ、うちのファイティングノックスの入場者、俺がハーレー乗って後ろにさ駒田が乗ってんだよ、こうやってチョコじゃないですよ、でかいですよ、でかいないです、でかい、まあ来年は来年で、はい、あれだけど、まあとりあえず年内にプロ野球ニュースのさ、はい、反省会で、反省会、はい、楽しみだな、また年明けてから順位予想でまたお世話になりますよ、これが嫌だよな、はい、パリーグボロボロやから、はい、そうですね、そうです、それとですね、あの最後に、うん、あの江本さんとのコラボもしてますので、はいはい、江本さんの方の YouTube にも出させていただいてるんで、はい、概要欄の方に貼っておきますので、はい、そちらもご覧ください。内容は全く違います、ね。はい。政治経済の話です。いや、もうね、人生の先輩として聞いてることがいっぱいあるんで、ね、ご覧になってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。